はい、今回も、僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。囲碁インストラクターの金子健です。はい、今回は LG 杯の1回戦から大西竜平五段の一局を、見ていきたいと思います。はい、相手は韓国のリーさんですね。はい、大西さんはね、国内戦の予選を勝ち上がって、おそらくこういう大きな世界戦はね、初めてでしょうかね。はい、一応ね、芝野さんのライバルとね言われてたので、はい、頑張ってほしいところですね。これからの活躍を期待したい、棋士ですね。はい、はい、大西さんもね、よく AI で研究してると思うんで、AI の手はね、よく出てくると思います。はい、はい、まあ、帽子で決めたっていうのはね、なかなか、まあ、落ち着いてるというか、打たない人も多いかもしれませんね。割り打ちをね、一回これを打ってからここを打つんですね。これはまた、僕はあんまり打たない発想でね。大西さんはね、すごい、なかなか予想しにくいところにね、石が飛んできますんでね。なかなか、皆さんのね、真似するのにはね、非常に難しい棋士の一人ですね。はい、普通はね、ちょっと苦しいかなって思いますよね。一般的には。黒は明るいですね。抜きで、悪くないと見てますね。生かしても、これ決めつなげば生きてるんですけど、まあこうやって生きてるんですけど、あんまり良くないと見ましたかね。見てますかね。むしろ こっちとかね、こっちのから打ちたいっていうことでね、保留しましたね。この桂馬っていうのも頑張った手で、普通はこっちの石が弱いですから、まあこちらからね、動けば普通なんですけど、大西さんはね、まあ仮に場合によっちゃこの石を捨ててもいいと見てますね。はい、もしかしたらね、このぐらいで桂馬できたら捨てることも考えたのかなっていう気もするんですけどね。この付け越しを見ながら、まあ、例えばこういうような感じでさばいてね、例えばですけど、こうやってこの石を捨ててこっちを取るとかね、そういうどんどん変わってくる、タイプの棋士ですからね。そう、まあこれをね、まあ、うまく利用して一応大場に展開して、まあ、難しくなったとも言えますね、局面が。一応何手も手をかけてますからね、黒はね、取るためにね。いや、意外とこの石を捨て石にして、捨て石にした方が、後でね、こういう手とか効いてくる可能性もあるんで、こういう手とかね、こっちの石に、しのぎの足しにはなってるので、意外と捨てた方が打ちやすい意味がありますね。この辺りはこちらが石の方向で良かったんでしょうかね。難しいところな気もしますけど、こっちからね、石持ってって、この辺りどうするんでしょうかね。まあ、例えばですけどね、この辺りから打って、こっちをね、まあちょっと取れないですけどね、この石をまあ狙うに打つような打ち方も
ありましたよね。まあ、つけで打てれば一番いいですけどね。こんな感じでね。そう、つけとかで打てれば一番いいですし。これは逆に黒に形を作られてしまった意味もないですかね。まあ、ここは厚くしたんですけどね、これがどれほどなのか。結構これは黒、やりましたかね。あんまり白も打ってないかもしれないです。まあ、うまく形を作られてしまった気もしますね。これはあれですね、ちょっと狙ってんですね。これ3目取りたくなりますけどね。なりますけど、まあ、白に響いてないっていうことで、少しでもこう響かせながら。そうですね。まあ、この辺りはまあ渡るぐらいと見ましたね。そこからね、攻めていった手がちょっと、どうだったのかなっていうのがちょっと、第一印象ですね。結局ね、まあ、自分の安全のために打ってる感じですよね、この辺りは。まあ、寄せですね、この辺り。そう、これはね、まあ、結果だけ言うとね、黒がね、半目だったんですよね。非常に残念な敗戦でしたよね。はい、これはなかなかここまで踏み込めるんですか。下がりは逆寄せですね。逆寄せで2目取りをね、残したんですよね。これどっかで、まあ、例えばこの辺りで打っておくのもあったんですね。こう打っとくと、この2目はね、ツケには下ハネで渡ってるので、この逆寄せ打たれたのもちょっと痛いんでしょうかね、もしかしたら。多分半目なんでね、チャンスはあったと思うんですけどね。これは、ここで手を抜いて下がりですね。一応、なるほど、ここがまだ、こう手を入れましたね。これ放り込めば取れるんですけど、ここがね、こうになっちゃうと。ここをね、こう頑張った暁には、ここね、こうがちょっとまだあるっていうことですね。この辺りはどちらが、ここで手を入れましたね。どっちが得したのか難しいですか。何とも言えないでしょうかね。この辺りも放り込み見てる、まあ難しいですね。割り込みから跳ね、
これは結構寄せられてしまいましたか、ここ。ここね、ここちょっと何目かこれ予想しますよね、ここに字がつくの。これはこう打っちゃいけなかったんでしょうか。なんでこう、これはなんでこう打たなかったんでしょうかね。まあこう、まあ、これは切っちゃいますからね。なんでこう打たなかったんでしょうか。実戦はつないだんですね。これ跳ね出しを食らってしまって。ああ、これは痛かったですね。なんか、コスミツケから、つなぎ。これね、これ割り込む。あ、そうですね。これ黒番ですもんね。割り込めなくなったと。いや、これちょっとわかんないです。ここ当たりにしとけば、何にもなかった気がするんですけど。そうですね。なんかちょっとここは不可決ですね。不可解ですね。いや、もしね、何も当たりで何もなかったらね、非常に残念な碁でしたね。これね、4番大西さんらしくね、この石を、捨て石にして、どんどん走っちゃってね。白もなかなかだった気がするんですけどね、結果的には。いやー、残念な一局でした。はい。じゃあ、それではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい。それでは、失礼します。